はい、皆さんこんにちは、つゆきちです。お久しぶりでございます。今日はメタルジグの中でもね、タングステンに特化した、ものでいくつか見てみたいと思います。タングステンのメタルジグだと昭和からもね、一番有名なの多分大和さんの、メタルジグなんだっけな、あれ、TG ベイト、あのあたりがね有名だと思うんですね。あとまあ値段の安いものだと、メジャクラのジグパラ TG とかあの辺になると思いますが、私はね今回これを紹介したいと思います。ボーズレス、まあ坊主なしという意味なんでしょうね、これね、ネーミング面白い会社ですね、から出てるTG 東吉郎というやつですね。ここね、メーカー面白いネーミングなんですよね。正宗とかね、歌麿みたいな感じのね、秀吉のね、出世するにつれて変わっていく名前を製品の名前につけてるみたいです。多分豊臣秀吉が好きなんでしょうね。会社のロケーションも確かそれに由来してんのかなっていう感じです。でここねのメーカーから出してるこのタングステン系のジグ、面白い形がいっぱい出てるんですけど、その中でもね一番私の中で実績のあるこの東吉郎を紹介したいと思います。これ見てわかりますかね、すごいリアウェイト、パッと見たらフロント重心見えるんですけど、上から見るとねめちゃくちゃリアウェイトです。でただ巻きでブリ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 動くんですね。で当然キャスタビリティもいいので、カツオ系とかね、昭和マグロとかにはいいんじゃないかなと思います。まあ、カラーリングがねこれそれほど凝ったものがないっていうのが私の印象なんですけど、これちなみにフルグロー、左右非対称のリアウェイト、これもうちょっとね、いろいろモディファイできるんじゃないかなと思いますね。まあ、それはまたおよい別の動画でやってみたいと思います。まあ、とりあえずこれね、そのままで使ってみます。フロントフックは自分で自作しました。これね、ここの部分の、ラインっていうか紐、リーダーっていうんですかね。これは、ケブラを使ってます。なぜかというと、噛みつき系のハガツオとかね、その辺、マグロ、対マグロ用に僕、準備してたので。60g ですね。まずこれでやってみようかな。そろそろねシドニーも秋に近づいてくるので、ハガツオが入ってきてくれたら楽しいなと思います。はい、じゃあまずこれ使ってみたいと思います。ボーズレスの TG 東吉郎ですね。レッツフィッシュ。おはようございます。最近お疲れ気味の釣り吉でございます。湾内の小磯に来ました。目の前にですね、釣り友のゴーゴーナブラさんがボイルしてます。ゴーゴーナブさんもなんか疲れ気味ですね。お互い疲れが抜けないお年頃になってきたようです。お年頃、はい。今日は僕もなんだ3週間ぶりぐらいの釣行かな、前回からということなんでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よいしょ、ようやく、なんかエソっぽいな。エソっぽい。ようやく来ましたね。でもなんかエソっぽいですね。大きくはない。はいかもしんない。そこをついて最初の巻きできましたね。ほぼボトムです。なんか叩いてるタイっぽいですね。タイっぽいな。いや長細いぞ。なんだろう、テイラーかな。何これ、あ、テイラーじゃないかな。うん、長細いテイラー。はい、来ましたね、テイラー。体長は45ぐらいなんですけど、なんか痩せてますね。細長いテイラーが釣れましたね。多分ベイトが本当に少ないんでしょうね。はい、でもテイラー来てることは平間さんも回ってるはずなので、引き続き頑張っていきたいと思います。ヒットルアーはこれは、ボーズレスさんの東吉郎 60g です。またなんか来ました。一瞬薪を止めた瞬間に食ってきましたね。なんだろう、タングステンよく釣れるな。
薪を一瞬止めた瞬間にゴンってきたな。いや、多分こっちだと思う。よいしょ。はい、また来ましたね。マゴチですね。陶吉郎 60g で来ました。今日は潮が早いのがタングステンがよく当たります。はい、マゴチです、はい。まずはですね、これはどこだ。坊主、いやハゲじゃない。これはハゲじゃない。坊主レスの陶吉郎 60g ですね。そうですね、もっと右側投げないと投げてますね。着底前にどん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 左に流されていくんです、はい、特に左のおっちゃん結構重い進化使ってるからそんなに右側、あ、左側に流されてないかもしれないですけど、ゆうさん絡みやすいかもしれないです。僕もっと右側に投げますか。これはボーゼレスの陶吉郎で来ました、こっちですね。ストレートシュア11番。あー、根に入った、根に入った。一回外出す。はい、おはようございます。スリシです。本当にお久しぶりでございます。なんでこんなに間が空いたかと言いますと、実はね、私1月ぐらい前に転職しまして、22年ぶりぐらいかな、
に転職しまして、でその後のその転職先が結構ね、ドタバタしてて、釣りに行く余裕が全く今もはないんですけど、はっきり言って体力的にも気力的にもかなり削られててですね、長考に行く余裕が全くありませんでした。あと動画を編集する気力も家に帰ったらもうバタン級だったんで、ありませんでした。でもうさすがに一月経ってきて、このままじゃやむなと、心身ともに、壊れるなと思い始めて、ちょっと無理して来てみました。どんな感じでしょうかね。ちょっと今日寝坊したんで、もう釣り場入ってますね、人がね。やってみたいと思います。はい、レッツフィッシュ。ちっちゃいキビレですね。離します。よし。ドン。
Is that an amberjack? Amberjack, yes. Kampachi. Wow, that's so I've never seen really, amberjack yeah, yeah. Yeah. Always. はい、珍しいですね。カンパチ釣れました。僕カンパチシドニーで釣ったのは 4,5 年前かな。びっくりですね。なんか体高が広いなと思ってたんですけど、開けてみたら額に綺麗に8の字入ってるカンパチですね。珍しい、70ぐらいです。ヒットルアーはこいつですね。 T 字東吉郎。はい、いい仕事してくれますね。驚きのカンパチが釣れましたね。8の字になってますね。体高が非常に高いんで、なんかと思ったらカンパチでした。74ぐらいですかね。ヒットルアーはこれです。ボーズレスの TG 東吉郎60ぐらい、はい。数日にわたってですね、ボーズレスという変わったメーカーの、TG 東吉郎というですねタングステンのジグを、使ってみました。あえて潮の流れの速い立ち位置で、複数の場所で使ってみたんですけど、やっぱね、マイクロベイトなおかつ潮の効いてるパターンだとすごい効きますね。まあカラーはいろいろなんですけど、私は主に赤金かフルグローで、使いました。シロニーの湾内は、鉄板カラーですね。はい、すごくいいジグだと思います。特筆すべきは塗装がね結構強いですね。体感的には、ダイワさんのですね有名な、タングステンジグなんだっけな、 TG ベイトっていうやつかな、あれに比べるとはるかに強いですね。メジャークラさんの、ジグパラ TG とかに比べても倍以上強いかなというふうな感じを印象を受けました。大変良いジグです。カスタマイズも、楽しめます。以上、ボーズレスの TG 東吉郎のですね実調検証の動画になりました。ご視聴ありがとうございます。